と比べてもらうとですね、こっち正面にしてて、あ、こっち正面の方か、こっちに並べる、こっち客席の正面にして、そこにいるカメラに、その真ん中の人、あとこっちに、カンパスね、正面に対して8番の方向、ここで5番でプレパレーションを取ります。でそこからまっすぐ8番の方向に射精をして出して、重心が前の方向、その時前の手はアンダーバーで、後ろの手はプラスの方で、この前の手が開いて、今日は回らないです。ポジションを今説明しますので、これを来週までに復習していきます。で後ろの手がアンダーバーに入る時に6番ポジション、で6番ポジションで回るんですけども、基本的に軸の足は回る軸で、2本はどうせ回れないですからね、2本軸で回ることができないです。必ずどっちかの足に乗ってないと回れない。前の足が軸足だから、この足に乗ったまま寄せてきた足にこういうふうに乗らないように、寄っかからないように気をつける。それがまず1つ目のポイントです。こうなってオープンして6番に入った足揃えるんだけども、こっちこう倒れていかないように、こっちに乗った状態です。ただついてるんですよ。でそこから回った後に足が1番で5番、こっちに乗ってますから。で5番目が最初と同じように射精で、パッ、でまたオープンして、いい、足が揃って、これ回ってる状態です。で、足が1番になって、こっちの後ろ、こっちが軸よ。後ろのこっちの足が軸だからね、6番になってるけど、足1番になるときに、こっちの足のかかと前にして1番にする。い、5番。い、射精で後ろの手が出せばね。い、これが回り方です。これからやる勉強する前だからね。ただ、ゆっくりやるの、解説の回るのに説明すると、ここから、オープンしながら足が寄ってきて揃って、足が6番、これがだからあの独特の回り方で、多分この6番で回る。で反対にここまでスタート地点の斜めぐらいまで来たら、足が1番に変わって5番に入ってきながら、この2番でプレパラーション、オープン、揃えていきながら、アンダーバーで回ってて、今度は同じく2番に入ってきた頃に、足が1番を通って5番を通って射精でプレパラーション、オーン、パス、イ、オーン、この1番5番がポイントです。